ここ入道崎灯台は2016年にロマンスの聖地に認定されました。そして今日縁結びスポットとして新たなモニュメントがお披露目されます。秋田の観光地の一つ、男鹿市の入道崎。新たなモニュメントは灯台のすぐそばに男鹿市が設置しました。私は日本で第一級の灯台だと思っています。多くの人にこの地に来て幸せになってもらいたい、そういう思いを込めています。1、2、3、高さが 3.3 メートル、幅が 1.7 メートルのモニュメント。鐘の上に月の満ち欠けで出会いやつながりを表現したという三日月型のモチーフが飾られました。入道崎灯台は日本財団などが認定する恋する灯台に選ばれていて、これまでも恋人たちを迎えてきました。全国の登れる灯台のうち唯一白黒の縞模様だという入道崎灯台のそばに新たなモニュメントを設置することで、男鹿市は観光地男鹿半島へのさらなる誘客を目指しています。また恋人たちが撮影した画像や動画が SNS を通して世界に発信されることを期待しています。この入道崎は非常に夕日がロマンチックです。なんとかここでね、人生のロマンを感じていただければありがたいと思います。誰と見たいですか？いや、私が愛する人と一緒に見たいと思います。今日は撮影日和とはなりませんでしたが、それでも早速モニュメントにカメラを向ける観光客や地元の人の姿が見られました。男鹿半島にまた一つ新たな魅力が加わりました。